皆様、こんにちは。経済産業研究所リエティの藤田でございます。会場の皆様、本日はお忙しい中、いざとリエティ共催の本シンポジウムにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。さて、本日のシンポジウムを共催させていただいております一方のリエティでは、日本経済社会の抱えます,抱えます問題を、 さまざまな角度から分析し政策形成に生かすことを目指しておりますがその中でもいわゆる超高齢化社会に向かいつつあります日本,経日本経済社会の抱えますさまざまな課題を識別し適切な対応を提案することは利益にとりまして最重要課題の一つと考えまして力を入れて研究をしているところではあります。 また、リエティの学術的な成果を本日のようなシンポジウムやウェブページを通じまして分かりやすく解説することを通じまして政策担当者やマスコミ関係者に広く一般の方々に知っていただくことも心を砕いて努力しているところであります。一方、本日のシンポジウムをリエティと共,共催しておりますもう一方の IZA イザーはド,ンのドイツのボンに本部を置きました世界の労働市場の分析を目的といたしました国際的に著名な経済研究機関であります。1998年にドイツの郵便機器の援助によって生まれましたが今は完全に独立した研究所機関であります。 いざは世界50カ国の約1500名の経済学者が参加する研究ネットワークを運営しておりますそのいざも高齢化対策をはじめとする政策分析に力を入れておりまして最新の学術成果を政策担当者などに分かりやすく伝えることを目的といたしまして World of Labor というレポートの刊行を行うとともに さまざまな政策シンポジウムを開催しておりまして本日のシンポジウムもその活動の一環でありますなおワールドオープレーバーにつきましてはすぐ後ほどいざのディレクターでありますアレイシオ・ブラウン氏によりまして詳しく紹介していただける予定でありますところでこのスライドの真ん中の左,左上にありますイザのロゴマークと その右のリエティのロゴマークに注目していただきたいと思います。左のイザのロゴマークは人間の頭が一つ、対しまして右のリエティのロゴマークは人間の頭が三つ描かれております。まあ、どちらのロゴマークも人的資源ないしヒューマンキャピタルの根本は一人一人の人間であるということを表していると思われますが、 いざのロゴマークの方は欧米文化の背景でありますまあいわば個人主義を反映しているものではないかと勝手に想像しております一方リエテのロゴマークはいわゆる「三人よれば文字の知恵」という中国から伝わってまいりました格言を表しているものと思っておりますつまり一人一人の能力は必ずしも抜きんでていないかもしれないが みんなが集まって協力す,すれば素晴らしい力素晴らしい知恵が生まれるかもしれないという、まあ、いわば集団主義的な東洋の文化を背景にしているのではないかと、まあ、勝手に解釈しております。さて予断は先ほどさておきまして本日のシンポジウムのテーマは高齢者就業促進に向けた労働市場制度改革であります。 えー、OECD の推定,に推定によりますと65歳以上の人口の15歳から65歳までの人口に対する比率であります高齢者従属比率は日本、スペイン、イタリア、ギリシャといった国々では2050年には60%を超えることが予定されております。 つまり、いわゆる生産年齢人口1人に対しまして、いわゆる高齢者が0.6人ということで、よく言われます、肩車社会に近づけつつあるということであります。えー、これらの国々では2000年におきましては、高齢者重毒比率が25%前後であったことを考えますと、非常に急激な変化であります。 つまり2000年の高齢者重度比率が25%ということはちょうどまああの運動会の騎馬戦の方に相当していますがえそうしますと2000年に起きますこの騎馬戦型の社会が2050年には肩車型の社会に近づくということでありますこの急激な変化は年金制度の持続可能性をはじめといたしまして数々の難題を我々に突きつけてきております 多くの国々はそれらの課題や高齢者の就業促進によって解決しようとしておりますしかしながら一方では高齢者の就業促進が若年層など他のグループの雇用を奪うのではないかという副作用を憂う行為があるのも事実でありますそこで本日のシンポジウムの前半におきましては アメリカヨーロッパおよび日本のそれぞれにおきまして高齢者の雇用促進政策が高齢者の就業機会にどのような影響を与えたのかまたそれらの政策が他の,年齢,層の年齢層の就業機会にどのような影響を与えたのかをそれぞれの地域につきまして カリフォルニア大学とイザを兼任されていますデイビッド・ニューマーク教授バンコブ・スペインといざを兼任のジュアン・ジメーノ氏さらに横浜国立大学の近藤綾子教授から紹介してもらいます次に後半のパネルディスカッションにおきましては、それらの話を踏まえまして規制改革,改革会議を通じまして政策形成に直接関わってきております 鶴幸太郎教授も交えまして4名の方々に今後の日本の高齢者雇用対策を考えるとき世界の経験からどの,どのようなことが学べるかを話し合っていただきます、えー、本日のシンポジウムを通じましてリエティ及びいざにおけます高齢者就業促進に向けましたこれまでの研究活動の成果が皆様に伝わり また政策形成の材料となることを願ってやみません、えー、最後に高齢者を代表いたしまして本日のシンポジウムに一つだけお願いを述べさせていただこうと思います、えー、私事で恐縮でありますが私はもうすぐ72歳になりますのですでに立派なといいますか一人前の高齢者の一人であります その私は宇治の京都の宇治に住んでおりますが過去10年12年間新幹線で毎週東京に通ってきておりますので、まあ、そのうちギネスブックに登録したいと思っておりますが、まあ、冗談をさておきまして私の宇治の家の前に毎週月曜日と木曜日に生ごみの収集車が参りますそのゴミのを捨てるのは私の役目でありますけど で私が皆様にお話ししたいのはその宇治の非常に立派な緑色の生ゴみの収集車の両翼に書かれておりますロゴ,ロゴについてあります収集車の両翼に大きく「捨てればゴミ生かせば資源」と書いてあります私はこれは素晴らしいロゴだと思っております捨てればゴミ 生かせば資源ということはあるものがゴミであるか資源だということはそのものの物理,物理的な特性で決まるものではなくてそのものと社会との関係によって決まるということであります。特にゴミとして捨てられているかもしれないものを資源として活用するためには広い意味での社会的なイノベーションを起こしてそのものを創造的に社会に受け入れるということが必要であります。 私の自身の例で申しますと私は現在リエティにうまく使っていただいていますおかげで元気にやっておりますがそれはいつまでも続くものではないと覚悟しておりますその時私がすべての仕事を辞めまして家に引っ込めてしまいますと私の家族にとりましてこれは大変なごみになるんじゃないかと心配しております 一方、社会システム全体をうまく変化を強していただきまして私のような高齢者でも社会の中でいつまでも活躍していくようにしていただければ私も幸せ家族も幸せ社会も幸せだと思いますしかしそのためには高齢者の皆さんがいつまでも社会の中で活躍できるような新しい経済社会システムを新たに大胆に作っていただく必要があります 本日のシンポジウムに期待したいことは現代あります労働市場や経済社会を少しだけ手直しして高齢者の就業を促進するということだけではなくて来たるべき超高齢者社会に向けまして高齢者の皆さんが社会の中でもいつまでも活躍できる,できるような 新しい経済社会を大胆に作っていくそれにはどうしたらよいのかというとこういう視点も含めまして皆様で活発に議論していただければと期待して私の挨拶に返させていただきますそれではどうか本日のシンポジウムも最後までお楽しみくださいご清聴ありがとうございました